はい、おはようございます。はい、ドラゴンで湧いてるこの2年間の東京湾の天野太刀魚なんですが、ここに来てかなり厳しめということで、冬はさらに厳しくなるだろうということで、その厳しい中でもどうやったら太刀魚が釣れるのかということについて、東京湾の名士であります山崎さんに、今日はハウツーからいろいろ今までなかなか動画で撮ったことはないので、はい、その辺を一つ一つ聞いていきたいということなんですね。そうですね、はい、私のスタイル、ぜひ今回お見せできたらと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日はですね、金沢発見の鴨下丸さん来ています。で、今ポイントはですね、猿島沖60m、ここから朝をやっていくようなんで頑張りましょう。まあ、天野の場合通常はイワシ、まあ、東京湾の場合こうでっかい大葉イワシと使うんですけど、関西はちっちゃいですね。こんな感じですね、半分ぐらいですね。なぜだかでっかい方が釣れると、まあ油ですかね、都市伝説なんでしょうかね、分かんないですけど、まあでも実際釣ってて大きい方が釣れるんで、やっぱりそれはあると思うんですよね。はい、で付け方としては、多分関西ってこのまま丸ごとですね、ちっちゃいのでこう作るっすよね、はい、ちっちゃいので。でも東京湾だとこの付け方、いや魚、まあ、なんだろう、イワシがでかいのもあるんですけど、これだとほぼ当たり出ないんですよ。魚が賢いんですかね。通常はもう頭を落としちゃいます。天野のサイズに合わせて。腹は切らないですか。で、腹切ります。トリミングはしない。僕はしないですね。しないしないですね。これだけでこれで腹当たり方しちゃって、腹取っちゃうとね、はい、この頭完全に取っちゃいます。結構みんな腹とつけっぱなしなんじゃないですかね。なんかあの 腹がボロボロ落ちるのがいい。なんかね、腹綿の匂いが効くっていう人もいるんですけど、僕も以前はそうかなと思ったんですけど、意外にドローンと出てたり、なんだろう、変な風に出てると匂い以前に、なんだろう、魚が警戒するんですよね。そうなんですか。僕はだから見た目重視で腹綿を出します。頭縛らないですね、やっぱり。頭軽くいきます。軽くですか。はい、スタートは。で、最後でここでもうぐるぐるぐるっとかしめちゃいます。これこんだけ針金長いと、針金はあの1メーターぐらいあるんですかね。これは今一応80センチを使ってますけど、はい、まああの長い方が多分使いやすいですよね。皆さんこう巻いてこの辺にこう出しちゃったりする人もいるんですけど、僕はスタートを緩めに巻いて、で戻ってきて頭をもうなんだろう、念入りに釣れないように巻いて飛び出った感じですね。これここはやっぱりほら抵抗がいいとかいいじゃないですか。はい、あんま関係ないですか。若干あります。あ、そうですか。だから理想は本当にこう津田一でこう一直線になった方がいいんですけど、で、まっすぐねって感じで。こっちのこのなんか怪しい餌なんですか。これはね、この城さっきなんか噂のなんか裏、なんかネットで流行ってる。やっぱりね、釣れるのはイワシなんですよ。圧倒的にイワシの方が当たりが多いんですけど、だからなんだろう、これだと10回当たりが来る中、半減とまでいかないけど6割ぐらいになっちゃうんですけど、10発6発ぐらいの割合で当たりはちょっと減るんですけど、イワシっていうのはちょっとやっぱ柔らかいから、3発当たりをミスったらもう交換なんですよね。でもこの城って10発20発切るのボロボロにならないんで、鱗が硬いとか皮が硬いんですかね。数が釣れる時の手返し重視ってことですかね。そう、だから部位がいい時はあのもう圧倒的にこっちの方が手返しがいいです。これも同じ付け方でいいんですか。付け方ほぼ同じですね。ちょっと今これカチカチなんですけど、こういう形で設計してあるんで、はい、で、天野の長さに合わせて、まあ、ちょっとカットしちゃいますね。もう一個、今日山崎さん、天野のカラーはもう赤金かイワシかですよね。ほぼそうですね。関西で流行ってるというか、まあ、関西は多分みんなグローを使うと思うんですけど、はい、経験上、いやでもあの関東のなんかほらなんか色の紫ゼブラとかなんか色々いるじゃない、黒とかなんかイエローとかさ、いろんな色あるんですか。いろんな色あるんですけど、やっぱり定番はもう赤金とイワシですよね。で、赤金とイワシがものがない、はい、天野がないって釣り師も正直だってこと。そう、やっぱり釣れるからなんでしょうね。もうこういう感じでセンターになるようにもうここで刺しちゃいますですね。で、この状態で巻きつけて、こんな感じですね。はい、タックルは、はい、タックル、一般的な天野ってやっぱりみんな専用の天野竿を使うと思うんですけど、僕の場合天野竿だとどうしてもパワーが足りないんで、多分こんなこと言い出してるの僕だけと思うんですけど、ヤリイカ竿を使ってます。ヤリイカ竿ですね。その理由は、理由はですね、ヤリイカ竿ってティップだけはすごく繊細なんですよ。感度がいかが感度がいいですよね。なるほど。ティップだけ曲がるから細かいもたれのあたりは取れるんだけど、天野竿と違ってもガチガチに棒に硬いので、フッキングパワーがこういう感じの曲がりですから、ドーンとかけないですよ。
でやっぱりあの東京湾って誘って誘ってかけるって釣りよりも定点でこう止めといて突き上げのあたりをバシッと引っ掛ける釣りがやっぱり、それ山崎さん流ですよね、うん、一般的にはあの各メーカー誘って誘って釣れと言うんですけどね、はい、意外に東京湾はそうやって値が出ないですよ。いや出るのはちっちゃいやつ、ね、そうそうそう、数は出るけどみたいな。 でかいのはね警戒するからやっぱりあんまり動かさない方がね釣れる、僕の経験上で。やっぱり棚でなるべく動かさないで、近くにいるんだけど食わないよってやつをじっと止めといて、警戒心が薄れた頃にポンってくるやつをドンって一発でかけるんですね。あの 見極められるとかってないですか。どうですかね、まあ、状況にはよるんですけどね。でもやっぱり止めてる方がね経験上当たる、でかいのは圧倒的に。数は減ると、数は減るかもしれないですけど、でもその当たりが出る棚っていうのはやっぱあるから探していけば。で、あとで実証しながら教えますけど、僕は止めてるだけじゃないから、あの皆さん最近は細かく整地して釣るんですけど、僕の場合はジギングの応用編みたいな釣り方してるんで、縦にどん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 探っていきます。で、立ち上って結構追っかけてきて止まった瞬間に食うから、みんな細かくよ、それこそ50センチ1メートル刻んでこう止めてっていう探ってくるんですけど、5メートルぐらい一気に巻いちゃいます。ポーッと巻いてジグみたいにね、ポーッと巻いてってポンと止めた瞬間にコツンってくるやつを引っ掛けるんで、まあ、そういう釣りにはやっぱりこういう、なんだろう、感度とパワーに特化したやり方が非常におすすめなんですけどね。まあ、ミチットは P のマーカー付きです。はい、これが一応 P は今 1.2 号巻いてます。細いですね。まあ水切りがいいですからね、はい、その方が。あの最近関西だとフグに食われちゃうから単色化になってるらしいですけど、東京はもうなんかサバフグだいぶいるっては言ってますけど、いずれもなっちゃうかもしれないですけどね。で、リーダーはあの随分使っていただいてるみたいですけど、はい、これが一応ダイヤのリーダー、稲尾さんのところね、はい、はい、感度バリバリすぎてちょっと最初これ使った時違和感、なんだろう、ものすごいですよ、もう感度がね、もう立ち上がそばに来てるのも分かるぐらいの感度なんで。でも金属は入ってないので、はい、お祭りしても取れますし、そうですね、入らないので、はい、人のやつはで、あまりにも感度良すぎてとるこもあって、若干そのなんだろう、かけてからバラシなんかもあるんで、先端にあえてのフロールをちょっと足してます。ただ本当に杭が渋くて、なんだろう、細かい通りを全部かけるときはもうこれも取っ払って直結で全部いきますけどね。今ちょっと状況を見て、まあ、スタートなんでフロールが先端についてますけど、まあ、まあとにかく高感度な、はい、感度の重視のタックですね、はい、とりあえず今58っていう指示棚なんで58まで落とします。でそこから上へ上へと探っていく感じですね。僕はねやっぱり感度、さっきも解説言ったけど、とにかく感度にこだわってるんで、リールはなるだけ軽い方が当然感度も上がるわけですよ。ダイエットのブラックバス用のリールにパワーハンドルつけて使ってる、このぐらいやっぱり軽量化をすると当たりがやっぱり全然取れる率が違ってきますね。で1分ぐらい回って当たりが出なかったら近くにいないなってところで、またちょっとしばらく巻いて追ってこい追ってこいって感じで止めます。あったあった来た。はい、ちっちゃいですけどね、目とかエラにかかっても一番バレないんですよ。こう来てこう引っ掛けるのが理想なんですよ。口にかかっちゃうと結構口壊れて外れちゃうんで、この感じがいいですね。やっぱり誘い方なんですけど、まあいろいろ誘い方はあるんですよね。電動でタラ巻きしてみたり、細かくシェイクしてみたりとか、ジャークしてホールさせてみたりとかあるんですけど、僕の場合基本はもうこのステイで何もしないでこう待ってる、ただのステイ。これでコンってくるやつって意外に大きいんですよ。でやっぱり東京湾でこれだけ船が密集してみんなでいじめてるから、タチウオがだいぶ擦れてるんで、動かしちゃうとビビって食ってこないことが多々あるんですよ。サソとか食う時もあるんですけど、やっぱり一番ドラゴン釣れる率高いのは食い棚見つけてじーっと待つと、近くで見てるタチウオが警戒心が薄れて、あれこれ食えるかなって感じでポンって来たやつを一撃で引っ掛ける、これは僕の釣り方になってます。だからやっぱり群れが濃い中で誘っちゃうとどうしても小さいのが来やすいんで、できればちょっと我慢してステイで待っててコツってくるやつを引っ掛けると大きいのが釣れる率が高いですね。ちっちゃいちっちゃい、55から。オッケー。当たった。
来た。うん、来ました。よいしょ、よいしょ。こうギャーッと負けないのが釣れないのかな。よいしょ。ちっちゃいっす。ちっちゃい。まあメーターはあるんですけどね。東京湾のテンヤはこのサイズ狙ってないので、このサイズを釣るんだったらジギングの方が釣れるんですよ。いや、ちっちゃいっす。ごめんなさい。でもさ、何メートルぐらい？やっと来た。ちっちゃ。ちっちゃ。よいしょ。来た。よいしょ。やっぱりレバー一撃で釣れる。60でドンときましたね。うわ、ちっちゃい。関西サイズですね。関西にもない。関西にも満たない。でも関西でこれよりこれでも最大級に近いからな。はい、今日ちょっと朝からやってるんです。だいぶ厳しくてですね、普段は大体当たり棚見つけちゃうとそこを集中的に、まあ、ステイで待ってれば当たりが出るんですけど、今日はもう全然、まあ、魚が浮いてないっていうのもあって下にへばりついてるせいもあるんですけど、棚が全然入りませんだもんで、まあ、少しずつ細かく棚というか、まあですね、距離を長い距離探ってポツポツっていうのを無理やり拾ってかけてますけど、非常に当たりが遠くて厳しいですね。普段ならこう動かしたりするとちっちゃいのがちょっかい出してくるんですけど、それすらもないので、ちっちゃいのもやっぱりロングステイでポンって1回の当たりで一発でかけないといなくなっちゃうんで、今日非常に厳しいです。だから僕なんとかポチポチ拾えてるのはやっぱり細かい当たりでも一発目からかけに行ってるんで、これを逃して本当たりをなんて待ってるといなくなっちゃいますから、もう触りが出た瞬間にヤリイカのこのね、キングパワーのあるトルクのあるサボでボーンとかけてるのが効いてるんですね。でなんとか顔は見てますけど非常に厳しい状態です。お、でかい、でかいぞ、これはでかい。なんだこれ、糸が巻いちゃってんだこれ。お、お、まあまあだ、長さだけメーターオーバーぐらい。まあまあ、いや、どうかな、まあそのぐらいかな。はい、お疲れ様でした。いや、今日渋かったですね。かつてない渋さで、なんですかね、台風の後一時期悪くてまた回復したはずだったんですけどね、今日は非常に潮が速くて、普段の釣りがなかなかやりづらい状況で、なかなか当たりも遠くて厳しかったですね。まあそんな状況でもなんとか、まあ、型は見れたので、ポツポツながら魚を取っていけたので、その辺の釣り方がうまく伝わっていただければと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。本日はお疲れ様でした。